伝統は守るだけのものではありません。次の時代へ導くエネルギーです。学んで学んで学び抜く、そこからしか見えないものがあります。もっと新しいもの、もっと自由なものへ挑戦し続けること。私がお見せしたいのは未来です。こんな奴がいるから明日が面白い。過去と未来に挑戦する家、リーベ。